インスタグラム400万人を突破した平野市要。CM から姿を消す背後に潜む波紋。今年5月、ジャニーズ事務所を退所し、7月から SNS の巨大プラットフォームであるインスタグラムで新たな一歩を踏み出した平野市要。そのインスタグラムのフォロワー数は、わずか3ヶ月で401万人を突破し、依然として急増の一途をたどっている。しかし、 一方で平野のテレビ CM 出演が見当たらないという異変が広がっている。本校では、この驚くべきフォロワー数と CM からの姿消しの舞台裏に迫り、その背後に広がる様々な出来事を明らかにしていく。インスタグラムの400万人突破とファンの異変、平野紫耀のインスタグラムが開設されてからわずか3ヶ月で400万人を突破したことは、その人気の爆発的な証拠である。 新規投稿に対するファンの反応も驚異的であり、コメント欄には瞬く間に2万件以上のコメントが寄せられる。この中には中象も参見されるが、それも含めて平野の存在感が依然として強いことを物語っている。広告代理店関係者によれば、平野のファン層には Z 世代の影響力が強く、企業や広告代理店にとって重要な顧客層となっているという。しかし、興味深いことに、最近、 異変がファンの間で起きているとの報告がある。ジャニーズ事務所の聖課外会見後、キングプリンスのファンであるティアラたちが怒りと不満を爆発させている。これらのファンは平野を含むメンバーの脱退に反発し、ジャニーズ事務所からの対処発表後もレーベルを支え続けてきた。その結果、グループは昨年11月に発売されたシングル、月読み、彩りで初の100万枚超えを達成し、ファーストシングル、 シンデレラガールも5年かかってミリオンヒットとなった。ティアラは9月7日の会見後には東山のりゆきや井ノ原義彦らによって藤島ジュリー稽子前社長や井ノっちがキンプリの5人に誠実に対応していれば分裂も対処もなかった。藤島前社長はもっと早く辞めるべきだったとの声を上げ、演サの声を広めている。このような中、平野がティアラのファン層において注目を浴びていることは 平野のファン層が広告代理店にとっても有益である理由の一つと言える。CM から姿を消した平野仕様の背後に潜む事情。一方で、平野仕様がテレビ CM から姿を消しているという事実が浮上している。これは特に注目される点であり、広告代理店関係者によると、これには特定の事情が絡んでいるという。これまで P&G 社のパブリーズ CM には平野が起用されてきた。 ジャニーズを辞めた後も CM が継続され、外資系企業がジャニーズ事務所に忖度しない姿勢が好意的に受け止められていた。しかし、驚くべきことに、8月25日になって急遽何わ男子の道江俊優に交代した。これは、ジャニーズ事務所の性加害を認めた会見の4日前に起きた出来事である。平野から元キングプリンスのメンバーである長瀬角と高橋海斗に変わるならば、 ティアラのファンも納得した可能性があった。しかし、藤島前社長のお気に入りとされる道へにスイッチしたことが、ティアラのファン層に対して怒りをかきたてる結果となった。広告代理店関係者は、何は男子の道へにスイッチしたのですから、ティアラの怒りに油を注ぐことになりましたと述べ、この CM の交代が広告戦略の一環でないことを示唆している。広告戦略の裏に潜むファンの声。 広告代理店関係者とのインタビューからわかるように、広告戦略の裏にはファンの声が大きな影響を与えている。特にティアラの怒りは、平野の存在だけでなく、広告戦略にも波紋を広げているようだ。しかしこのような事態が広告戦略にどのような影響を与えるのか、そして平野仕様がこれからどのような展望を迎えるのかについては、今後の動向が注目されるところである。 ヒラの仕様がインスタグラムで400万人を突破した一方で、ジャニーズ事務所の性加害問題やファン層の異変、CM からの突然の降板といった出来事が、彼のキャリアに波紋を広げていることが明らかになった。広告戦略においてもファンの声が大きな影響を持つ現代において、平野がこれからどのように対応していくのかが、彼の芸能活動の未来に大きく影響するであろう。注目の的であるヒラの仕様には、 これからも様々な試練が待ち受けていることだろう。